はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクをしてもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけでね、あとは YouTube を運営している Google になる AI がよりたくさんの方々にこのやすすのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、昨日の夜、まあ、といっても夕飯を食べ終わった午後7時半頃なんですけども、次男がですね、ポペポ食べたいって言い出したんです。あのポテトチップスのことですね。ポペポっていうのはね、まあ、ポテトが言えずにポペポになってしまう、あの未就学児ちゃんたちによくあるね、可愛い言い間違いなんですけどね、まあ、TikTok をヒックホックってっていうくせにね、キットカットはキットカットってちゃんと言いやがるんですわ。まあそこ言えんのかいってなるんですけどね。ほんでそのポテトチップスね、ポテトチップスなんですけども、次男が食べたいって言うから、まあ一袋を渡すのは多すぎるんで、まあ、我が家ではこのいつもお椀のような小さなお皿にね、小分けにして食べましょうって言って渡してるんです。そして分けたら、もちろんのことながら、まあ、袋には3分の2ぐらいはまだ余ってるわけなんですよ。ほんで、まあポテトチップスっていい匂いするじゃないですか。とってもいい匂いするでしょ。で、僕の今の口の中の状況としましては、免疫抑制剤という名のスーパーヒーロー様のおかげでですね、粘膜障害による口腔内のただれはマシになっておるのですよ。そしたらそんな、運も言わさずに一枚パクリと言っちゃいましたよね。これがまた美味しかったんです。すっごい美味しかった。まあ、そして2枚目になってこう気づいたんですけども、ポテトチップスって今の僕には非常に歯と歯の間、そして歯の表面に詰まりやすく残りやすくなってたんですよ。これはですね、僕はまた同じ過ちを、過ちではないかもしれないんですけども、まあ、すっかり忘れてたことがありましてね。それは何かと言いますと、唾液の分泌量だったんですよね。唾液の分泌量が低下しているのもすっかり忘れてしまってました。口腔内がただれてて、唾液腺からの唾液が出てくる腺が潰れてますもんで、まあ、うっかりしてましたね。よだれが出えへんわけですよ。それは歯に詰まりますよね。まあ、2枚目で気づいてよかったんですよ。これ3枚目行ってたら、きちっと一人でパニックになってましたね。家族には変な目で見られたってことでしょうね。まあ、その後は、その2枚のポテトチップスをしっかり噛み砕くためにね、咀嚼回数を増すわけなんですけども、そしたら、まあ、唾液が出ないもんですから、まあ、皆さんいつもね、僕の動画で耳にされてます、あの、唾液腺が、僕の耳の下の唾液腺である、まあ、別名、耳下腺っていうところがね、こう、パンパンにまた張り上がってきてしまいましてですね、もうほんまに、二次災害もええとこですわ。唾液出えへん、唾液腺広がってしまって、顔パンパンになって痛いっていう、ね、まあ、といった今日もね、うっかりしたお話でした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。